公式サイトから無料でダウンロードして利用することができるこのソフトにはソフトウェアシンセサイザーを含め基本的な機能を持ったサンプラーが付属しているほか外部 VST ベティプラグインを利用した音楽制作をすることができる打ち込みにはピアノロールにマウスでノートを入力するほかミディキーボードも利用することができるどのようなジャンルの音楽作品でも 制作可能だが、ユーザーインターフェース設計の関係上、同様な音形の繰り返しで構築されるミニマルミュージックの制作に適している。公式には、テクノやハウス等のクラブ向けダンスミュージックの制作を施行している。LMMS、MM、はクロスプラットフォームで開発されているため、Linux を中心として Windows、MacOS といった OS で動作可能である。 また Linux 版においては、様々なディストリビュージョンで動作するが、インストール方法としては、アッピマグ版が推奨されている。いかにその要件を列挙するが、一般的にコア数が大きく、高いクロック数、また追加のメモリ容量が大きければ大きいほど、よりたくさんのプラグインを使った、大きなプロジェクトを扱うことができる。最低要件推奨環境、LMMS は、 一般的な DAW と同じようにソフトウェアシンセサイザーとエフェクター等のプラグインこれらのプリセットの他に音声サンプルそして SMF をインポートして使うことができるまたプラグインのあらゆるパラメーターもオートメーションエディターを利用して自由に操作することができるプロジェクトファイルは LMMS の専用形式 MMPZ あるいはミア縮形式である MMP の拡張紙で保存される。なお、後者は XML 形式で記述されており、テキストエディタで構造を見ることができる。完成したプロジェクトは、Wave、Flack、Ag でバウンスできるほか、トラックごとにレンダリングしたり、打ち込んだミディノートを SMF でエクスポートすることもできる。LMMS、MM、は VST を使うことができるが、Linux 上でベティ、Betty、 ビストを利用する際はワイン経由で利用可能としている。新しいバージョンは現在活発に開発されており GUI は QT で記述されている。LMMS には数多くの楽器プラグインが存在する。シンセサイザーサンプラーベティホストプラグイン LMMS のユーザーインターフェースは8種類のメインスクリーンにより構成されている。ありがとうございます。